2020年12月9日。夜の繁華を歩く第13回。今回もララ泉さんと途中で合流して、調査していくこととしましょう。まずおなじみ20時25分発のひねの駅。今回の担当者は5119編成ですね。今回から時刻表の表示を廃止しています。理由としては、編集に手間がかかるということです。時刻表については PDF ファイルにて掲載しますので、概要欄リンクからご参照ください。おお、5100番台10連快速だ。ではいつもの20時29分発で長井に向かいましょうか。今回の担当は5112編成ね。では長井でララ泉さんと合流して、乗車電を見送って、調査スタートです。では恒例の換気です。なぜこの換気のみを取り上げるかというと、この換気の前は折り返し関空快速で関西空港まで行った後、折り返し、最終のシャトルになります。後ろは折り返し、御坊駅の紀州寺快速になるからです。この日は2500番台リニューアルトレイ番台リニューアルの連結ね。こちらの換気の先頭はこの日、紀ノ国線へ行って当分帰ってきません。後ろは翌日、この換気の前になります。今回は5100番台と5000番台の連結ね。20時37分発の和歌山行きは5019編成ですね。20時46分発の普通天王寺行きが到着。5108編成ですね。20時51分発普通泉砂川駅です。担当は5124編成ですね。20時58分発の天王寺行きは5016編成ね。続いて、21時ちょうど発のひねの行きは2514編成ね。21時9分発の天王寺行き。担当は223系103編成ね。
21時14分発なのですが、なぜか2分遅れてきました。担当は乗ってきた5112編成です。この時点でお隣の鶴ヶ丘にはすでに快速がいました。通電車のテールライトが画面右側にうっすら見えますが、容赦なく快速が通過。しかも珍しいことに2500番台リニューアル10連です。2500番台のリニューアルは、2510、2512、2513の3編成しかありません。そのうち2512と2513の連結でした。2510は最初の換気で見たので全編成見れちゃいましたね。気を取り直し、調査を進めていきましょう。21時23分発の普通泉砂川行き。担当は先ほどの5108編成ね。21時25分発の天王寺行き。担当はまさかの5118編成。5118編成は東洋と日立を一度に楽しめます。21時37分発の姫野行き。担当は5016編成ね。最後はいつもの21時40分発の天王寺行き。この日は5107編成ね。ではこの電車を見送って、今回は終了とします。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録・高評価お願いします。HNWL5100 セカンドチャンネルもよろしくね。Twitter などもやってますのでフォローよろしくね。